ありがとうございます。はい、自由空間から見ている方も、時空 TV から見ている方も、お台場 TV から見ている方も、こんばんは、相原みやびです。この番組はインターネットカフェ自由空間のことを皆さんにもっともっと知ってもらおうというコンセプトに基づいてお送りしていく番組です。私、相原みやびと毎週お呼びするゲストさんと一緒に皆さんも自由空間のことをもっともっと知っちゃいましょう。充実の番組内容になっています。面白クイズコーナーやおみくじコーナーなど盛りだくさんの内容でお送りしている1時間です。盛りだくさん。はい、盛りだくさんです。はい、また、この番組は、視聴者さんとコミュニケーションの取れる双方向番組になっています。21時10分以降には、チャッターさんのコメントを読んだり、それに私たちがお答えしていったりしちゃいます。はい。というわけで、はい、今日も MC は私、相原みやびがお送りさせていただきます。よろしくお願いします。せい無理やり今ちょっと。してもらいましたけれどもありがとうございます。はい、はい、というわけで今日も素敵なゲストさんが遊びに来てくださいましたので早速紹介したいと思います。はい、はい、アイドルのイエイイエイ、はい、薄井さなえちゃんはおいくつでしょうか。18歳です。18歳、高校3年生、はい、もうすぐ卒業シーズンなのに遊びに来てくださり今日はありがとうございます。はい、はい、というわけで今日はこの2人で番組をお送りします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけなんですけれども石井さなえちゃん、はい、何か今日はお知らせがあって遊びに来てくれたわけなんですよね。そうなんですよ。はい、はい、ぜひそのお知らせを聞かせてください。はい、映画、はい、ガールズネクスト2の方に、はい、出させていただきます。はい、はい、その映画ガールズネクスト2というのはどんなものになってるんですか。はい、ファンが0人の状態から、うん、そのアイドルたちが、うん、歌、ダンス、トーク、いろいろ頑張って、うん、最後は2000人ライブをしようという壮大な、はい、壮大な映画になっています。はい、はいはい、というわけで公開はもうちょっと先なのかな、12月の末とかだと思います。ほうほうほう、はい、なんですけれどもその映画ガールズネクストたくさんのアイドルさんが出てくれてるんですけれどもその映画に関連したイベントとかをね、はい、今もたくさんやってるんですよね。はい、そうなんです、ね、はいはい、その映画ガールズネクストなんですけれども、アイドルちゃんいっぱいいっぱい出ていてそのさなえちゃんもその中の一人なんですよね。はい、はい、というわけでですねそのガールズネクストのスチール写真が全国のセブンイレブンで買えるようになりました。時空 TV のトップページにあるバナーからも飛べますしそこの QR コードから携帯で飛んでみることもできちゃいます。ご購入の際にはプリント予約番号が必要になるので皆さんそちらで番号を控え忘れのないようにしてセブンイレブンでぜひご購入ください。よろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。さなえちゃんのね、はい、ショットいらっしゃい、オフショットとかいろんな写真がアップされてるそうなので、はいはい、今月は7種類ぐらい私の写真があるので、はい、皆さんも買いましたかね。チェックしてくれてますか。まだの方、おみんなうんうんってお客さんが言ってくれてる。嬉しい。まだの方はぜひセブンイレブンにお急ぎください。はい、はい、というわけでそのガールズネクスト関連でさっきも言ったんですけれども、はい、イベントをたくさん行っております。はい、はい、で、その中でも石井さなえちゃんはなんかイベントをやるんですよね。はい、やります。はい、ぜひそのお知らせを聞かせてください。はい、来週の3月3日に、はい、ここの自由空間で、はい、石井さなえワンマンテレビをやらせていただきます。おおすごい、石井さなえちゃん一人で、はい、一人でお送りするイベント、何でもやっていいって言われたんで、お今考え中なんですよ。何をやろうか。企画も全部さなえちゃん考えるんですか。はい、歌をやろうかゲームをやろうかみたいな感じで。すごいすごい、はい、楽しみですね。はい、はい、そのイベントなんですけれどもいろいろあるんですよね。はい、まず、日にちをもう一度お知らせください。一応3月3日の水曜日、はい、19時15分から8時45分まで、はい、19時15分から8時45分まで、はい、20時で、はい、20時45分はい、ここ、インターネットカフェ自由空間ビッグボックス高田の馬場店で行いますね。はい、はい、これこちらは今日もあのなんと矢島純奈ちゃんが、こちらでイベントをやってたんですけれども、はい、大盛況で
チケットソールドアウトだったそうですよ。おもう大盛況で大変だったそうです。入りきれなかった人も申し訳ありませんでしたがいらっしゃったそうで、でこれが参加定員15名限定ということで、はい、予約もできるのかな、お早め、そう先着になってるので、ね、皆さんお早めに、いらしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、いろいろもらえるんですよね、はい、これに参加すると。そうなんですよ、15名、漏れなく、はい、じゃん、はい、じゃん、見えますか、これはフライヤーと、はい、なんだろう、ポストカードと、はい、チケット、そう、特製チケットもすごい可愛いものが、はい、これが来週来ていただいた方は、はい、漏れなくもらえますという、はい、はい、アイドルさんととても近い空間で楽しいイベント過ごせます、はい、しかも長い時間ですよね、90分間ですね。そう、ぜひこれは皆さん見逃しのないように遊びに来てください。そして今そのイベントが終わった矢島ジュナちゃんが急遽遊びに来てくれました。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとずうずうしいじゃないですか。乱入してきやがって。このどうも、楽しかったですか？イベントですか？楽しかったですよ。なんか、はい、ずうずうしく塩たこ焼きも食べたし、あのガールズネクストの、あのアイスクリームもいただいたんですよ。そう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 。めっちゃ美味しかったですね。あれ超美味しかった。そうなんです。ここ自由空間ビッグボックス高田のババ店は映画ガールズネクストとコラボしている、限定裏メニューもあります。はい、ガールズネクストチョコレートアイス500円になるんですけれども、その映画ガールズネクストに出ているアイドルのサイン入りメッセージが誰のが出てくるかわからないのが、食べられちゃうので皆さん、はい、こちらに遊びに来た際はこちらもご注文ください。よろしくお願いします。はい、はい、あとですね、そのバレンタインチョコレートアイスと言ったんですけれども、3月14日の日曜日には、14時から16時までそのガールズネクストのイベントもやっちゃいます。はい、それには、まだ誰が出てくるかはちょっとわからないんですけれども、ヤジーは多分来てくれるはい、ことになってますよね。はい、多分てか絶対来ます。お、はい、映画ガールズネクストビギン選抜メンバー、まだちょっと未発表なんですけれども、そちらから何名かが、遊びに来てくれます。あと映画スワンの涙の制作発表会もあります。あとは映画ガールズネクスト、新ガールズネクストの新メンバー、はい、まだ発表になってないメンバーが、ご挨拶に来てくれるということで、はい、充実のそちらも企画に、ね、企画内容もりもりになってるので、皆さん3月14日のイベントにもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけでね、はい、あのね、あのここで一つ悲しいお知らせがあります。はい、はい、なんとこの YouTube での録画放送や高画質録画放送で見ている方はもうあと1分くらいで放送が終わっちゃいます。おお、早い、私いい時に来た感じですよね。あ、いい時に来たよ。美味しい時に来た。はい、というわけでですよ、この番組はまだまだ実は生放送で続いています。この番組がの続きが見たい方は、はい、時空 TV またはお台場 TV のポータルサイトから続きを見てください。はい、しおりんのもっともっと自由空間ネクスト、毎週水曜夜9時からこちらインターネットカフェ自由空間ビッグボックス高田の馬場店で1時間の公開生放送でお送りしております。チャットへも生放送中には参加をしていただけます。しかもここのサイトで録画放送も見れちゃいます。なので先週のヤジーのとかも見れちゃうんだよ。おお、はい、まあ多分グダグダだと思う。まあ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 はい、チャット録なし高画質放送とチャットログあり放送が画面左下から選べますので、そちらの方も見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでもうじゃあ皆さんに一度じゃあバイバイをしましょう。はい、はい、寂しいですけれども続きも見てくださいね皆さん。というわけでまた来週、またね、はい、バイバーイ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃないよ、まだ生放送は始まって、はい、続いておりますはい、というわけでですよ、あ、今日もね、早速チャットにいっぱい参加をしてくれてます。そう、こういう感じで皆さんと、はい、チャットで。ありがとうございます。お、ということで、ヤジ、ちゃっかり告知だけしてきて、ちょっと、朝ということで。ヤジ、さっちゃんの、お疲れ。お疲れ様。そう、じゃあ皆さんにバイバイ言ってあげてください、生放送の。バイバイチーとか言っちゃった。何それ。それ、私のブログの挨拶なんです。
それ、はい、使ってください。バイバイチやだ、なんでなんで。あ、じゃあヤジもミヤビームって使ってた。あ、分かった。じゃあ今日ミヤビームやるから使い道ないよね、ごめんね。使い道ないね。ありますあります。ある？はい、大丈夫です。オッケーオッケー、はい、じゃあそういうわけで矢島さんでした、はい、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。またフェイクでね。はいはい、というわけで騒がしいやつが去りましたよ。はい、はい、はい、これからまたじゃあ50分私たちの番組ですから、はい、はい、というわけで生放送で見ている方にもう一度ご挨拶をしましょう。はい、こんにちは、こんばんは、かこんばんは、こんばんは。というわけでチャットはどんな感じかな、皆さんもこんばんはって言ってくれてるはず。あ、みんなこんばんは。ね、すごい、めぐちゃんさんこんばんは。こんばんは。トマトさん、トマトさん、あ、こんばんは。本当に騒がしかったね。騒がしかったですね。あとは加藤つかささん、石井さん、はい、今日も楽しみ待ってました。加藤つかさです。加藤さんこんばんは。ありがとうございます。お昼はすいませんでした。ホトワくんさんこんばんは。はい、こんばんは。あ、マグちゃんさんがマグだよ、だって。マグちゃんさんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。すごい、いっぱいいますね。そうなんですよ。嬉しい。トマトさん、サナツンの可愛さは神級ですな、だって。おーね、褒めても何も出てこない。この空間からチャットで参加をしてくださって、ね、ありがとうございます。はい、お、遠藤さんこんばんは。みやび可愛いよ、みやび。ありがとうございます。本当にありがとう。かわいい。やったー。みーちゃん可愛いもん。いや、みーちゃん、いや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 。あ、トトロさん、騒がしいやつって、あ、かわいらしいやつはもう行っちゃいましたね。トトロさん、今日もよろしくお願いします。かでつかさん、機械系のトラブルはよくあることですから、お昼の放送のことは気にしないでください。お、ありがとうございます。あ、トトロさん、さなえちゃんかわいいね、だって。あ、嬉しい、ありがとうございます。ケロリンコさん、こんにちは。はケロリンコよね。ケロリンさんこんばんは。こんばんは。あとはすごい、あ、前の方のチャットにじゃあちょっと遡りたいと思いますね。かでつかさん、お、ゾルキさん、ゾルキさんいるかな。こんばんは。こんばんは。まだいるかな。まだいるかな。いないかな。石井ちゃん噛まないようにって言われちゃってる。あ、石井ちゃん噛まないように。じゃあ今日はが噛み噛みなんで。あ、そうなん、噛み噛みキャラですか。緊張しちゃうと噛んじゃうんですよ。お、で今日はちょっと噛まないように頑張ろうと思って。緊張してます今日は。すごいしてます。あら、実はそんな緊張する必要ないですけど。はい、リラックスして、皆さんもすごいチャットの皆さんも優しいので、はい、楽しんでいきましょう。はい、かでやつかささん、トトロさん、瞑想地だったり、トマトさん、生サムツンは超絶に可愛いな。お、いやー、あ、ケンパさんこんばんは。こんばんは。ケンパさんまだいるかな。超自由。あ、神戸ゾナーさん、ハロー、キュートだって。ハロー、ハロー、ハロー。あの、これは全世界に発信中なので、外国人の方もよく見てくださってます。世界各国からのチャットが来るという。そうなんです。というわけでイングリッシュでお願いします。ハロー、ハロー。あとは今日前に来ちゃった赤面。あ、トトロさん現地ですよねとか。じゃあチャットしてたんだみんな。そんな感じかな。そんな感じで皆さん、かでやつかささん、あ、生、あ、今日来たメンツ誰でもなかった。なんだろう、みんななんか、あ、すまん。あ、ホタワくんさんが、みやびさんは MC3 月14日のイベントと言ってくれてますけれども、私は多分 MC でやるかもしれないですけれども、まだわからないので、お知らせで分かり次第お知らせをしたいと思います。よろしくお願いします。できればね、楽しいから参加をしたいんですけれども、うんうんうん、そう、2月14日の2月11日もバレンタインイベントだったんですけど、すごい盛り上がって楽しかったので。すごいですね。はい、あ、そう、トマトさんがみんなユーストリームに登録だと言ってくれてるんですけれども、これちょっと番組からのお知らせをここで一つさせてください。こちらの番組はユーストリームというサイトを使って放送をお送りしております。チャットに参加をしていただくには、このユーストリームに一度登録をしていただかないとチャットに参加することができません。無料で登録をできますので、今すぐチャット、ユーストリームの方に登録をしていただいて、ぜひご覧の皆さんもチャットで参加をしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、質問とかにどんどん答えていきたいと思います。はい、あとですね、こちらの番組なんと
iPhone からもご覧になることができます。はい、先週とかから始まったばっかり、はい、なんですけど、まあ、iPhone でも見れるので、結構なんとかってカテゴリーなんだっけ、ポピュラーですっけ、なんとかっていうカテゴリーで結構上位にうちの番組はなってて探しやすいと思うので、皆さんぜひぜひ iPhone をお持ちの方はお試しでやってみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、お題は TV とローマ字、お、ローマ字でお台場 TV、 お台場 TV と検索をかけていただくと、検索できると思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、そんなわけでちょっといろいろお知らせを言わせていただいたんですけれども、アイス5000円、500円ですよアイスは。マグちゃんさん2週参加しませんでした、ごめんなさい。トトロさんアイス5000円、あ、なんアイス5000円ってなんだろう。信じちゃってる。あ、テロニーさんが今から iPhone 買ってくるって、よろしくお願いします。リアルの分も買っといてください、よろしくお願いします。あ、ポトワくんさん、サナエみやび、ボンジュール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 、yeah. バーノバーノ、マルちゃんさんがお台場 TV、そうですそうです、お台場 TV と、このトトロさん、アイス10個食べたから5000円っていう意味ですよ。10個食べたら食べてくれた人がいる。ありがとうございますよ。まだまだぜひメッセージはもうちょっとあるそうなので、でも数に限りがあるので皆さんお早めによろしくお願いします。お願いします。たこ焼き10個はさすがに食べれなかった、アイス10個が限界。おー、でも頑張ったんですね。たこ焼きの方が食べれそうですよね。たこ焼き10個10皿ですよ。あ、お皿の数か、多分の1個1個ですよね。そうですね、はい、アイスだ、はい、というわけでこちらにたこ焼きというふうに書いてあったんですけれども、何のことだか分かりますか？ちょっと分かんない、ちょっと分かんないですね、はい、さっきも、映画ガールズネクストとこちら自由空間ビッグボックス高田のババ店のコラボ裏メニュー、そう、ガールズネクストチョコレートアイス500円の、さっき お知らせをさせていただいたんですけれども、その他にもまだ裏メニューがもう一つあります。はい、それはこの番組と自由空間ビッグボックス高野のババ店のコラボメニュー、しおりん考案塩塩たこ焼き380円です。おー、はーい、イエーイ。あ、いいですね。なんかたこ焼きしょっぱいの食べて甘いの食べたいなと思ったらアイスを食べる。そうです。あ、いい、それいいですね。はい、で、熱々のたこ焼きにチーズソースがたっぷりかかった塩塩たこ焼き380円で、これを買っていただくとおみくじシールもついてくる、かわいい、すごいかわいいおみくじシール付きになってるんですけれども、うん、こちらがなんと2月いっぱいの限定商品。あら、もうちょっとじゃないです。そうなんです、あと1週間もない。おー、みんな皆さん今のうちに、もう今のうちしか食べれないから、はい、早く来て旅に来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そんな感じですよ、うんうん、お、みんな来月はミヤミヤ焼きそばだと、ホトラくんさんがミヤミヤ焼きそばプロデュースしちゃうんですか？プロデュースできるように、ちょっと私もじゃ あのもうちょっと大きな存在になれるように頑張ります。大きな存在、権力が私にはまだないので頑張ります。権力って、はい、トトロさん、まあ欲しいものがあるからアイスを頑張っちゃうんですよね。あ、やっぱりみんな あのそう、サイン入りメッセージカードがみんなお目当てが出るまで食べちゃうので、うんうん、お腹ピッピーですよね。ピッピーですね、はい、それは頑張っちゃう。頑張って、大丈夫、セール感で大丈夫、大丈夫。トマトさん、あ、ちっちゃな子は真似しちゃダメ、アイス10個。あ、そうですね。そうですね。ケロインさん、たこ焼き毎月炎上してるし、いや、もうそうなんですか。そうなんですね。大好評につき12月、1月で今月になってるんですよ。すごい大成功です。超美味しくて、すごいですね。そうなの、それだけみんな食べたいってことなんですかね。そうなんですよ。そうなんですよ。なんだっけな、まぐちゃんさん延長したりして死して分からん。グロックニュース、ハロー、ハロー、フロムジョージア。ジョージア、ジョージアって何、観光地、ジョージア、ホヤホヤホヤジョージア、ホヤジョージア、ジョージア州？ああ、そうかも。おお、こんにちは。こんにちは。こんにちは。Yes。こんにちは。Good Japanese。はい。すごいね。Fantastic language。
I love Japanese! おぉぐちぐちはぜひ、あ、トマトさんがぜひサナツにも食べてもらいたいな、だってたこ焼きですかね、たこ焼き食べたいですね、食べたいですよ。トマトさんはぜひサナツに食べさせに帰ってきてください、今すぐお待ちしてます。あ、トマトさん、はい、いや、お待ちしてます、注文、ご注文を。はい、今サナツも食べれるぞとか、ね、サナツンって呼ばれてるんですね。はい、サナツンです。石井さなえちゃんは、はい、じゃあ今日は一日サナツンでお送りしたいと思います。はい、はい、というわけでちょっと盛り上がったところなんですけれども、ここで続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、はい、題して自由で自由な自由空間クイズ。というわけでですよ、このクイズコーナーは、このコーナーは皆さんに楽しくクイズに答えてもらいながら自由空間のことをもっともっと知ってもらおうというコーナーです。皆さん真面目に答えてもよし、ボケてもよし、楽しくクイズに参加をしてください。ボケが面白ければ私の独断と偏見でボケポイントもあげちゃいます。おお、見事優勝した方にはその優勝者さんが私相原みやりと今日のゲストさなつんに言ってもらいたい言葉を言わせる権を差し上げます。そうなんですよ。はい、なので皆さん頑張って優勝を目指してください。はい、ゲストさんにも答えは秘密、一緒に正解を考えてもらいます。視聴者さんと一緒に答えを考えてください。さなつんも OK です。はい、クイズに答えるときは基本的にネット検索禁止になります。皆さん自力で頑張ってください。頑張ってください。はい、というわけで早速第1問、ででん、ででん、自由空間を自由空間と間違える方がたまにいますが、自由とはどういう意味でしょうか。これもう一度言います。自由空間という字が違うんですよ、このインターネットカフェ自由空間は。あの、フリーの自由じゃないですか。自由の遊ぶっていう字の、遊が遊ぶっていう字なんですけど、自由とはどういう意味でしょうかという問題です。お、結構難問ですね。難問です。これどう答えていいのかわかんないですよね。これはちなみに難しいのでインターネット検索をカットします。おー、いいんですか。はい、いいです。マグちゃんさんがハテナハテナになってたな。あ、ノーム、ベネ、ベネズエラ、ベネズエラ、ベネズエラ、ハロー、ハロー、ナノストリーム、ハロー、ナノストリームさん、ハロー、ハローすごいですね。あ、英語がすごいいっぱいありますね。本当だ。おお。Can you speak English? I can't speak English. Japanese only. Me too. Yes. Yes. Sorry. Sorry. Japanese, please. Yes. 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 もう伝わった。あ、多分。多分。うん、大丈夫だと思う。言葉じゃないもので。そうですね。ボディーランゲージで。あ、そうですね。はい、行きたいと思います。というわけで皆さん着々と答えを書いてくれてますけれども。締め切りまで10秒前行きたいと思いますよ。はい、さなえちゃんも答えはまとまりました。はい、お、まりました。はい、じゃあ行きます。カウントダウン、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了終了終了。というわけでじゃあちなみにさなつん、なんだと思いますか。はい、答えは自由空間。自由、自由の意味。自で言ったら、はい、自分で遊ぶですよね。自分、自分で、うん、遊ぶ。自由空間の自由はそうなんですけど、本来の自由という意味でいいです。自由という意味は何でしょうか。自由という意味、 Yes. フリーダム、フリーダム、 Yeah. フリーダムプレイング。自分で、なんだろう、好きなように遊びなさいみたいな感じかなと思います。なるほど、はい、なるほど。じゃあ皆さんの答えも見ていきたいと思います。はい、自ら遊ぶ、自分で遊ぶ、もしくは、あ、みんな同じような感じの答えですね。うんうん、自分の命を持って遊ぶ、自ら遊ぶ、一人遊び、自転車で遊ぶとか。僕は高田馬場までチャリで行きます。お、ホトワくんさん、ホトワくんさんいます。あ、いないか、今日はいないのか。うんうん、あ、マグちゃんさん、ここまでと締め切りしてくれ、あ、ホタグさんもここまでってありがとうございます。ああ、こうやってね、みんなね、はい、締め切ってくれる。あ、ホタグさん、今日はお家です。ダメじゃないですか、来てください。はい、来週は、来週は、はい、ぜひね、来週サナツのイベントも
来てほしいよね。そうなんですよ、来週ぜひ来てください。というわけで皆さん同じ、あ、サナツンがボケる時間ですねって振られてた。あ、振られてた。ちょっとじゃあ見返してやりましょう。ボケずに。ボケずに、はい、あ、まあ、大丈夫ですよ、はい、というわけでっちゃった。正解をいきたいと思います、はい。正解は自分の意のままに振る舞うことができること、かっこヤフー辞書よりが正解でした。辞書に載ってるんですか。自由という言葉を辞書で調べると、うん、自分の意のままに振る舞うことができることという正解だそうです、はい。というわけで、まあ、みんなちょっとざっくりした感じだったので正解者はいませんでした。すいませんマグちゃんさんがへー難しい、あ、ビリーサイズはい、ジャパニーズガールインファイト come visit us in フロリダおービリー Hello in Tokyo in Japan in 高田のババア yeah yes yes マイアミすごいね、ワールドワイド、はい、すごいですね。というわけで、まあ、第2問ででんサービス問題です。自由空間のメニューです。丸に入る文字は何でしょうか。とろーりマゴのカルボナーラ、うん、はい、皆さん難しいね。これはインターネット検索可能とします。はいこの丸に入る言葉は何でしょうか。自由空間のメニューです。とろーりマゴのカルボナーラ、うん、丸に入る言葉をお考えください。おこれは簡単なのでカウントダウンいきたいと思います。カウントダウン10秒前9、8、7、6、5秒前4、3、2、1終了。すごい、この自由空間に来てくれてるみんなはカウントダウンを一緒にしてくれてますね。そうですね、優しいね、優しい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでじゃあ答えは何だ、答えをじゃあ言ってもらいましょう。答え、サナツンからその丸に入る言葉は何でしょうか。答えはた、たが正解でした皆さん分かりましたか。というわけで、あ、みんな、あ、マグちゃんさんここまでありがとうございます、聞いてくれて。ででん、トトロさん、かだやつかささん、ケンパさん、ビームだって、ビームありがとう。ビーム、トマトさん、トローリー、濃水カルボナーラ、美味しそう。怖い。怖い。トローリひまごのカルボナーラ。怖いよ。ケロリンコさん、ケロ兄さん、た、トローリ、サナツン風味のカルボナーラ。あ、どんな味だあ、トローリひまごが2人いた。ひまご、おー。の、インエン、エンケンド、なだ、なんだ、なだ、ナノストリーム、What? Understand language. Sorry. というわけで、正解は、たが正解でした。これはすごい正解者がいっぱいいましたので。いっぱいいますね。エスペラって何？エスペラってなんだろう？エスペラ。じゃあ正解、エスペラって何？わからないです。あ、じゃあこの他の正解者の人を読み上げてもらっていいですか、はい、サナツン。これはここですよね。そうです。タって書いてる人を、はい、これ全部読み上げてください。トトロさん。トトロさんおめでとう。かぐやつかささん。かぐやつかささんおめでとう。ケロ兄さん。ケロ兄さんおめでとう。ありがとうございます。マジ回答の方でいいんですよね。マジ回答の方でいいと思う。いいですよ。フォトアさん。はい、フォトアくん、はい、おめでとう。ありがとうございます。それくらいですかね。それくらいですかね。はい。もう皆さんおめでとうございました。正解者続々。次も頑張ってください。はい。というわけで、続々第3問、ででん。2月27日に自由空間で先行体験会が開催される RPG ゲームは何でしょうか。すごい、こんなことしちゃうんだ、自由空間。すごいですね。もう一度言います。2月27日に自由空間で先行体験会が開催される RPG ゲームは何でしょうか。これはネット検索可能にします。
難しいですね。難しい。そうなんですよ。 RPG の意味がちょっとよく分かってないんで。 RPG が分からない。それは残念。残念。RPG っていうゲームの種類があるんですけれども、あの自由空間の方では、はい、これのを発売前にかな、先行体験ができるという、うんうん、素晴らしいサービスがあるのですよ。すごいですね、はい、ちょっと時間が押してしまってるので、あら、続々と答えカウントダウンいきたいと思います。カウントダウンまで10秒前、9 8 7 6 5秒前4 3 2 1、終了。みんなボケに走った感じかな、これは。あ、みんな続々書いてる今。本当だ。いいですよ。というわけで、みんなの分からないよね。分かんないですね。はい、さなつんギブアップということで、みんなの答えを見ていきたいと思います。さあ、どんなボケが出てくるか楽しみだな。楽しみだな、ボケ、はい、みんなのボケが楽しみだな。ケロ兄さん、知らねえだって。投げ知らないでしょうね。投げ出した。すごい。さなつんの大冒険、おその日に発売するゲームでしょうか。いいね、ああ、ちょっとごめんなさい、ヒントできなかった、ごめんなさい。カズヤツカさん、さなつんの野望、激烈伝。みやびさんを口説こう。おお、やりたい、ぜひやりたいです。あ、本当ですか、はい、ぜひ私もやっていただきたいです。はい、ガールズネクスト、あ、面白そう。あったらいいのにね。確かに。ゲーム化、激突ヤジー対さなつん最終決戦。最終って始まってもない。マミちゃんさん、モモデン。モモデン。モモ鉄。素敵な、ありがとうございます。ボケないの？雷調査隊。なるほど。ウィリーさん、何をあなたの名前？あ、私たちの名前を聞いてる。すごいですね。英語で自己紹介してみましょうか。はい。はい。Hello, my name is Sanae Ishii. Call me.さなつん、よろしくお願いしますって言うんだ。わかんない。 Nice to meet you. おー、すごい。はい、My name is Miyabi Aihara. あー、私 I'm a famous Japanese famous actress. おー、 Yes. Yes. というわけで、はい、かっこいい。 Yeah. かっこいいでしょ。いいですね。かっこいいでしょ。はい、というわけで、あ、ケロ兄さん調べた、アイラでも、あ、調べないと分かるわけないですよね。これはちょっと調べてください、みんな。ただし皆さんボケていただいてありがとうございました。私的にはマグちゃんさんのモモデンというのは面白かったので、マグちゃんさんに、ボケポイント差し上げたいと思います。ボケポイント、おめでとうございます。なんモモデン、お、誰だ、トトロさん、あ、トトロさん、アイラオンライン、トトロさん正解、おめでとう。トトロさんは2問目です。勝ち抜けたね。すごいすごいすごい。なんで分かったんだろう。調べたんですよ、きっと。ああ、知ってたのかな。すごいね、だってすごいですね。はい、というわけで第4問、デデン、自由空間、デデン、自由空間にある設備はどっち。1、ゲートボール、2、ビリヤード。さあ、どっちでしょう。おー、もう一度言います。自由空間にある設備はどっちでしょう。1、ゲートボール、2、ビリヤード。さあさあ、え、ゲートボールってこういうやつですよね。ゴルフみたいな。そう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 、そうだ。わかんない。はい、最近やってる人いますか。おじいちゃんとか、ね、おじいちゃん、おばあちゃん、うん、そうですね、ね、はい、です。どっちだと思いますか。これも簡単なので、カウントダウン10秒前いきたいと思います。せーの、10 9 8 7 6 5秒前4 3 2 1、終了。終了。早い？早かった？早い？早すぎ？みんな。どうだろう。みんなボケたいかな？ごめんね。あ、みんな急いで書いて、あ、ホタ君さんが締め切ってくれた、ありがとうございます。みんなここまで通します。はい、はい、あ、これトトロさんがボケ問題と聞いてくれてました。ボケるかボケないかはあなた次第。わかりますね、さすがさなつん。はい、というわけで、時間がないとボケを考えるのが大変だ。
ボケ。そうですよね、ボケ。ですね。じゃあもっと時間に余裕を持って今度はやってみたいと思いますね。はい、みんなにボケていただけるために。というわけで、じゃあさなつんに答えを聞いてみたいと思います。はい、答えはどっちだと思いますか？ビリヤード。はい、ビリヤードが正解でした。2番ビリヤードが正解です。さなつん、すごい。はい、さなつん、やっと1問正解です。さっき見ちゃいました、実は。あ、そっか、あっちの部屋を。はい、あっちいて、はい。そうなんです。さっき迷子になっちゃって、うんうん、あれビリヤードだと思って。そう、自由空間はですね、とても広くて、ビリヤードの他にもダーツがあったり、カラオケルームがあったり、すごい面白いところなんですよ。すごいですね。すごいんです。そうなんだよ。みんなだからぜひ遊びに来てください。というわけで、はい、みんなの答えを見ていきたいと思います。トマトさん、3、介護施設。面白いから、トマトさんにもあげたいと思います。トマトさん、ありがとうございます。はい、ボケ問題。ケンパさん、ダーツ。あ、ケンパさん、そう、ケンパさんの言う通り。ダーツもある。あります。ケンパさんは、ちょっと、正解なので特別ポイントちょっとあげます。うん、ケロ兄さん、2、正解。ケロ兄さんも正解。バターゴルフ、あ、パターゴルフ。マグちゃんさん、パターゴルフは、残念。ホタクさん、ビリヤード、マジ、スキージャンプ台、ボケ。ホタくんさんはいいですね。両方用意してくれて。うんうん、時間ないのに。時間ないのに頑張ってくれてありがとうございます。トトロさん、グランドホッケー。グランドホッケー。シーズンですからね、ホッケー。うんうん、冬ですからね。あ、ナノストリーム、in that I surround they air。あー、わからないよ。I can't。I don't know。 I don't know。 ホタクさん、てかマジで答えたの僕だけ？大事、答えたってくれた人います。サナツン大正解。トトロさん、やった。ウィリーがウィリーサイズ、親切な日本の有名な女優を見て見たすためになんだ、なんだろう、お、ちょっと切れちゃってる。うん、なんだ、なんだろう。ビリヤード一緒にやる人いないわ、ケロ兄さん。頑張れ、一人で。一人で。ケンパさん、ありがとう。カドヤツカサさん、チュートリアルの CM を思い出せなかった。徳井さんが言ってました、ビリヤードって。お、言ってたんだ、そう。そうチュートリアルさん、CM やってたりするのでね、自由空間。マグちゃんさん、シュン。シュン。ホタクさん、マオちゃんにちなんで、フィギュアよりリンクの方が良かったかな。マオちゃん、すごいですよね。今日盛り上げてましたからね。そう、タイムリーな話題。というわけで、正解者が何人かいました。マグちゃんさん、シュンってしちゃった。ごめんね。大丈夫かな？大丈夫かな？はい。というわけで、次で、最後の問題です。おー、最終問題。はい。じゃあ、第5問、ででん。ビッグボックス高田馬場店のオリジナルメニューで大好評、塩塩たこ焼き380円ですが、タコの力でできることは何でしょうか？タコの力でできること。はい。もう一度言います。自由空間ビッグボックス高田馬場店のオリジナルメニューで大好評、塩塩たこ焼き380円ですが、タコの力でできることは何でしょうかという問題です。お、はい、横内さん問題とポトワ君さんが言ってますが、タコの力でできること、トマトさん政治改革なんで、あ、じゃあ考えて、サナツに考えてもらいましょう、はい、だよ。みんなホワイトボード参加とかしてくれますか？すごいすごい。隠した。ウィリー、ナノストリーム。で、トキオ？で、トキオ？イン、トキオ、ジャパン。イン、トキオ。Yes。ウィリー、I'm famous American actor, Brad Pitt。あ、おー、Brad Pitt。Brad Pitt。みんな、これはボケ問題だよね。なんだかわかんないでしょう。なので、面白いボケを期待していますよ。はい。ぜひぜひ。ぜひぜひ。面白い。笑いたい。笑いたいねー。笑いたいね。楽しみだけど。ハードル上げるねー。上げちゃった。恐ろしい小屋で。いやいや。ちょっと恐ろしい小屋で。ボケ期待してるね。全然、手叩いてください。いいですよ。みんな静かにニコニコ見守ってくれてます、お客様。はい、というわけで最終問題のカウントダウン、そろそろ行きたいと思います。
最終、カウントダウン10秒前9 8 7 6 5秒前4 3 2 1、終了。そこまで。おお、みんなバババババって書き込んだ。はい、というわけでいろいろ書いてくださいましたけれども、最後の問題は自由空間ビッグボックス高田のババ店の店員さんにお答えいただきたいと思います。店員さんの横一さん、お願いします。店員さんはですね、甲殻類の、はい、どうぞ。正解は甲殻類の殻を砕くことです。はい、はい、正解は甲殻類の殻を砕くことが正解でした。はい、でガールズネクスト特製アイスクリームです。あー、おいしそう。これがさっき言ってた噂の2月いっぱいなんで、ぜひぜひご注文ください、うん、とメッセージカードも付きですね。すごい、おいしそう。ももこちゃんと読めない読めない夏希ちゃんのあれですね、はい、ももこちゃんと夏希ちゃんのメッセージ、ちなみに当たった。何が当たるか楽しみです、ね、楽しみです。残りも少なくなってきてますか、はい、だいぶ少ないです、ね、もうだいぶ少ない。2月いっぱいなんで、ぜひ急いで来てください。急がないと、はい、横内さん、お店の方からお知らせありますか。はい、バリンバリン。スマイルキャンペーンというのをやってまして、こちらアンケートに答えていただけますと割引券差し上げてますので、ぜひ皆さん、誰もうスタッフでお気に入りの子がいたら書いてあげてください。はい、これはもう横内さんしかいないじゃないですか。はい、ぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございます。横内さん、今日はお目目の左右のお目目の色が違くて素敵ですけれども、目の錯覚です。目の錯覚です。あ、ごまかされちゃった。はい、というわけで準レギュラー横内さん、どうもありがとうございました。横内さん待って、横内さんに1億票ケロ兄さんが、わー、これね、いつもね、あのチャットで視聴者さんからコメントくれてるんですけど、はいはい、横内さんに、ね、対するメッセージいつもすごい多いんですよ、はい、横内さんに笑顔が横内さんが笑った。みんなそう、あ、だってそうなので、また来週もぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、すごい。というわけで、うんうん、お、あ、みんなパチパチありがとうございました。はい、というわけで、そうなんです、88はパチパチなんですよ。というわけで、はい、早速、お、いいんですか、このガールズネクストアイス、もう残り少ないそうなので、早速食べて感想を皆さんに教えてあげてください。食べちゃっていいんですか。食べてください。すごい、見た目もすごい可愛いですよ。ね、可愛いですよね。チョコがいっぱい持ってて、いただきます。召し上がれ。うん、うん、おいしい。おいしいでしょ。めっちゃおいしい。ね、チョコが濃厚、うん、そう、チョコレートアイス本当に美味しいんです。これ濃厚でね、トロリンチョ、トロリンチョですね。トロリンチョとめっちゃ美味しいです。はい、サクサクコーンフレーク、うんうん、そう、今のはももこちゃんのと、豚なつきさん、誰だ、なつきちゃんのが、なつきちゃん当たってましたね。チョコレート、チョコレート、僕にも一口、あーんとホタテさん横内さん行ったらダメでしょ、行かないで、あ、ケロ兄さんとかもみんな行かないでって。みんな意外と横内さんファンですね。みんな横内さんファンなんです。そうなの、そうなの。横内さんに1億票ありがとう、うん、おーいえ。メッセージカード、石田桃子ちゃんの欲しい、だって、うんうん、ぜひここでアイスを食べてください。石井さん、相原さん、高田の馬場店の内部には暖房は効いてますかと、角谷塚さん、聞いてます、聞いてます。なのでアイスももういい具合にとろけてきてますよね、うんうん、はい、というわけで、はい、あの横内さん持ってきてくれたチョコレートアイス、皆さんもぜひ残り少ないというそうなので食べに行ってください、はい、2月限定なのでね、はい、はい、というわけで続いてのコーナーに行きたいと思います。あ、優勝者さんを発表したいと思います。優勝者さんがね、今日はいっぱいいました。最後の問題も見てみよう、もう一度答えを。タコの問題ですよね。タコの問題です。タコの力でできることは何でしょうかという問題でしたが、ウィンナーになってお弁当になる錬金術、サナツの美しさをさらにアップする脱税、脱税って私ね、こういうの好きなんです、ブラックですね、結構ブラック、ブラック大好きですよ。
さらに上がってタコになる。おー、吐く息からの出血を止める。タコさん。イカなら力があるけどタコには蚊がない。あ、力がない。力がない。すごい。何もできない。ガールズネクストの監督タコが、タコ、あら、なんだろう、普段の、あー、これみんなボケてくれてたからちょっと選びきれないな、うんうん、というわけで今日はね、正解者さん同率が何人かいます。おー、じゃあさなちゃんに抽選で決めてもらおうと思います。お、 A の人、 B の人、 C の人、はい、どれがいいですか。どうしよっかな。じゃあ B で。 B はケロニーさん。今日の優勝者はケロニーさんに決定しました。ありがとうございます。すいません、皆さん果敢にあのクイズ参加してくれてありがとうございました。来週も優勝を目指して頑張ってください。というわけでケロニーさんには私と、サナツに言ってほしいセリフを、番組の最後に、言いますので、21時50分から55分ぐらいに、21時55分になりましたら書き込んでください。よろしくお願いします。すごい、続々お客さんが入れ替わり立ち替わり、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、優勝者も決まったところで、お、次のコーナーに行きたいと思います。はい、題して時空おみくじ占い。おみくじ、おみくじ。はい、というわけで、あ、アイス食べながらどうぞ。あ、いいんですか。はい、というわけでですね、続きましておみくじ占いのコーナーに行きます。画面どうぞ。はい、ハートスペードクラブダイヤ4つのうちの1つを選んでください。というわけでサナツン、どれがいいですか。ハート。ハート。皆さんも続々と書き込んでくれておりますけれども、うんうん、はい、好きなビビリッときたマークを選んでください。みんなダイヤとか選んでくれてるけど、サナツンはハート。ハート。じゃあみやびはこの黒いのスペード。スペード。スペードで。あ、僕も一度だけ優勝しました。いいものですよ、優勝者は角谷司さんが。あ、みんな生さまつ見れる人羨ましいとかいろいろ書き込んでくれてます。みんな好きなおみくじ占い記号は書き込みましたか。そろそろ答えの方をいきたいと思いますよ。じゃあ正解をお願いします。でで出たかな。はい、2月の、25日、26日から3月4日までの運勢です。ハートを選んだサナツン、あ、そしてハートを選んだ皆さん、今日です。失敗の暗示があります。あまり感情的にならないようにまずは冷静になるとラッキー。スペードを選んだあなた、私スペードでした。大吉です。やったー。健康運が絶好調です。つい食べ過ぎてしまう傾向があるのでほどほどにしましょう。ほどほどにします。アイスとかね、すいません。そうですね。ダイヤを選んだあなた、吉です。物事は中途半端にしないように、途中で諦めないで継続をしていけると良いでしょう。諦めないで最後までやりきってください、ダイヤの皆さんは。そしてクローバーを選んだあなた、末吉です。気分がすっきりしないことがありそう。ストレス解消すると運気がアップしそう、ということです。皆さんはどうでしたでしょうか。これを参考にまた来週1週間も頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、そして来週の水曜日もまたこのおみくじ占いを見てください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで今日でしたが本当落ち込まないで。落ち込みます。大丈夫、チョコレートアイスを食べて元気出してください。はい、頑張ります。はい、チョコアイスで。はい、皆さんの運勢もどうでした。みやびさんは腹黒い、黒、腹黒いですよ。私は腹黒い、腹黒くないよ。真っ白純白で、純白です。純潔です。はい、みんなも、みんな末吉とか、アイチューズハート一緒。みじょんじゅさん、こんばんは。こんばんは。いつから参加してくれてたかな。ありがとうございます。アイス代はギャラから天引き。あらなんだ。ナイスなセリフ考えてくださいね。ケロ兄さんとコタ君さんがナイスなセリフを、何言われるかドキドキですね、うちらは。そうですね。はい、
あ、メル先生が全然来ない。そうなんですよ、最近出てなくてすいません。この占い師のメルリプレット先生という方がいらっしゃるんですけれども、はい、ちょっと私が読ませていただきました、今日は代わりに。はい、というわけでみんなの運勢はもういろいろだ、さまざまでしたけれども、じゃあもう番組もお知らせに近いので、ここで一つ私の方からちょっとお知らせを最後にさせていただいてもいいですか。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。私相原みやびなんですけれども、こちら3月の17日から3月の22日まで銀座みゆき館劇場というところでやります、舞台ラブミードールに出させていただきます。いただきます。はい、これはさっき出てくれた矢島純奈ちゃんも主役で出ている舞台なんですけれども、3月17日から22日です、私の相原みやびのみやビームというブログからチケット予約もできますので、皆さんぜひチケット予約してください。もう残りチケットが少ない日がいっぱいあるそうなので、お早めにお願いします。はい、あとですね、お、みんなラブミードールって書いてくれた、ありがとうございます。そう、もうこんな時間ですよ。はい、あと私、このしおりんのもっともっと自由空間ネクスト以外にも何本か番組を担当させていただいてます。はい、毎週水曜お昼の1時から、1時間三条雷調査隊という浅草の街を探検する番組、浅草の街を調査する番組をしております。あとは、そちらの関連番組で毎週金曜夜7時から、雷調査隊デラックスという番組も、浅草の喫茶待合室というところから公開生放送で1時間お送りしてますので、皆さんそちらの方にもよかったら会いに来てくださいね。よろしくお願いします。みんな、笑顔でうなずいてるけど多分来てくれないんだよ。みんな来てくれる、みんな来てくれる本当に。はい、というわけで、あとですね、毎週お昼の毎週土曜のお昼3時から1時間しおりんのお友達空間というトーク番組でも司会をやらせていただいてます。そちらの方も皆さんチャットで参加をしてください。よろしくお願いします。あとお知らせさせてくれて、はい、はい、というわけで今日のゲスト石井さなえちゃんからのお知らせも聞きたいと思います、はい、いいですか、言っちゃって。よろしくお願いします。おー、よろしくお願いします。お知らせください。はい、まずガールズネクスト2の方に、はい、出させていただきます。はい、私は、アイドルっぽいユニットでやらせていただくので、うん、皆さん情報が公開されたらぜひチェックしてみてください。アイドルっぽくないユニットもあるんですか。なんかロックっぽいユニットとアイドルっぽいみたいな、なんかあって。なるほどね、面白い。私はアイドルの方にいるのでぜひ。それとあと3月の3日に、はい、ここビッグボックス自由空間、空間ビッグボックス高田のババ店で、はい、3月3日に石井さなえワンマンテレビをやらせていただきます。はい、全部私のプロデュース、うん、100% 考えてやるので皆さんよかったら来てください。はい、盛りだくさんの内容ですよね、はい、あと3月7日にガールズネクストの撮影会があるので、うん、そちらに出させていただきます。はい、お時間ある方ぜひ撮りに来ちゃってください。いっぱいバシバシ撮りに来てほしいですね、はい、詳細ブログとかに書いてあったりしますか、はい、あ、ブログに詳細が、はい、分かったらアップするので、はい、チェックよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さっきのワンマンテレビとかは今日の、矢島純奈ちゃんがやってくれて大好評で、あの皆さん入りきらなかったので、ぜひ先着なのでお早めにね、早めによろしくお願いします。なんでみんなクスクスしてるのかわかんないですけど、はい、よろしくお願いしますね。はい、あとそのガールズネクストからのお知らせとしましては、ガールズネクストのオフショットなどの写真が全国のセブンイレブンから買えるようになりました、こちらが時空 TV のトップページにあるバナーからも飛べますし、そこの QR コードから携帯で、見ることもできちゃいます。ご購入の際にはプリント予約番号が必要になりますので、お控え忘れのないようによろしくお願いします。お願いします。はい、あと映画ガールズネクストの、ホワイトデイイベントもここインターネットカフェ自由空間ビッグボックス高田馬場店で行います。はい、ここでですか。ここでなんです。あの広い部屋で、うんうん、だと思うんですけれども、はい、そちらも、入れる人数は限定になってます。3月14日日曜日の14時から16時の限定イベントになっております。こちらもですね、映画ガールズネクストビギンの選抜メンバーが登場してくれるほか、映画スワンの涙制作発表があったりですとか、なんとまだ未発表の新ガールズネクストの、新メンバーがご挨拶にも来てくれます。はい、
これもまだ誰が出るのかわからないお楽しみになっているので、ぜひぜひ気になる方はこの自由空間ビッグボックス高田の馬場店に遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、お、みんないっぱい私たちの告知について何かコメントをくれてました。うん、みんなもう、はい、予約しよう。ヤジーでケロ兄さん、愛原、みやびがいるよ。ね、そう、お客さんでも予約チケットしてくれてありがとうございました。ぜひまだお待ちしておりますよ。はい、いい加減チケット取らないといけないんだよな、トトロさん。なんだ、取らないといけないってどういうことなんだろう。マグちゃんさん見れへんよ。のりとむ、あ、のりとむさんこんばんは。こんばんは。ちーさんぽみたいだな、だって。あ、なんだちーさんぽ。あの、歩くやつ。超雷、あ、雷調査隊。はい、雷のやつ。おお、お、ちーさんぽ。あ、意外と癒し系だね、みやびだって。お、ありがとうございます。癒し系ほんと、みんなそうそうみたいな顔されちゃいました。はい、あ、激写したいって、ぜひサナツンのあの撮影会に来てください。来てほしいね。あ、ミックさん iPhone で見れた、ありがとうございます。 iPhone すごいすごい。チャットの iPhone からできる、ね、チャットの iPhone からできるんですね。できるんだそうですよ。おー、できるんだね。すごいですね。お、うんうんしてる、すごいすごい。ナノストリームさん、 Can you get up and give a return? I don't know。 分からないよ何を言っているのか。今日のゲストさん可愛いっす。お、ありがとうございます。石井さないちゃんですよ。はい、石井さないです。あ、みんなパチパチはしてる、大丈夫ですよ。ありがとうございます。嬉しいな。ケロリンコ、ケロ兄さんがミー散歩。ミー散歩。あ、じゃあそうですね、フォタ君さんがありがとうございます。そろそろケロ兄さんセリフをお願いします。はい、はい、というわけでもう番組も最後なんですけれども、石井さないちゃん今日はどうでしたか。今日は、緊張してたんですけど。お、本当かい。本当ですよ。本当すごい一回噛んじゃったんですけど。お、全然、まあ、あんまいじられなかったんでよかったなと思います。スルしちゃった、はい、ごめんなさい。全然全然、拾えず、はい、いっぱいチャットも皆さん参加してくれて、うん、すごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんね、お客さんもすごいたくさん来てくれて、うん、ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいですね。はい、また遊びに来てください。はい、ぜひまた来たいです。お、ありがとうございます。はい、というわけでカムシラメン、ナノストリームさんが何を言ってるのかわからないな。なんだろう、カムカムセセラムセーラムーンセーラームーンセーラームーン、なんだろう。あ、ケロ兄さんがセリフを書いてくれました。お、ちょっとこれ本当に恥ずかしい、セリフを。これじゃあ一人ずつっていうことですね。一人ずつですね。はい、じゃあ私からじゃあまず先に言わせていただいてもいいですか。はいはい、あー、もうこれほんと恥ずかしいですね。はい、いきます。お兄ちゃん、今日はみやびと一緒にお風呂に入ろう。かわいい、入りたい。死にたい。恥ずかしい。はい、というわけでもうこの次は可愛いのが来ますから、皆さん期待ないですよ。働けないでください。はい、サナツの可愛いセリフを、はい、じゃあお願いします。お兄ちゃん、今日はサナエと一緒にお風呂入ろう。可愛い、可愛い、これだよ、これ、これですよ。みんな万歳です。はい、すごい、ありがとうございます。はい、あ、もう本当、あ、みんな燃えましたって言ってくれる、あれ、あ、みんなパッとしてくれてありがとうございました。というわけで恥ずかしめられた1時間でしたけれども、はい、また来週も頑張りたいと思います。はい、また皆さん来週も楽しみにしていてください。石井さないちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた来週。